全部通してたんですよ。体力つけたいから、体力つけたいなと思って全部通して練習してたんですよ。そう、まあ、あの細かい練習はもちろんしたんですけど、その後ね、体力つけたいなと思って、そう全部通してやった。もう汗かきすぎてやばかったです。巻き返せるように頑張ります。でも今日みんなで、ね、今日練習するのでね、さっきねみんなさんの配信に私がちょっと映ってました。なんだっけ、そう今から練習するので、夕方も次が最終枠にまで飛んでしまうんですよ。そうなんです。なのですいません、よろしくお願いします。巻き返せるように頑張ります。私だけでした、自主練してたの。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。ウーカメインの箱押しさん、レインボースターありがとうございます。お疲れ、ありがとうございます。口の色がなかった口の色が口の色なくてすいません。あのこの辺をメイクしてるので口の色がないんですけど、ちょっと引きで失礼します。そう、一人でやってました。でも今からみんなでやります。今からじゃないか、まだ先だけど。てんなちゃんどのビデオで、あ、配信してたんや、知らんかった。来てんねやんね今日。へえー、神やった。はい、ありがとうございます。りゅうさん口に色がない理由、そのあんないい曲をそんなこんな変な曲にしちゃダメですよ。あんな素敵な曲をそんな変な曲にしちゃ。かずきさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。よしみんことはよしみあねです。お気軽にコメント待ってます。ぜひお気軽にコメントと応援よろしくお願いします。リュウさん、アイスありがとうございます。ペロ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 しちゃおうぜ、ありがとうございますあの曲はめっちゃ目が合うので楽しかったです。あの CD に座ってめっちゃね、めっちゃ目の前でね、もうめっちゃ前でやると、ま、前が前で踊るんですけど、めっちゃ目が合うんですよ、めっちゃ近くて。やばい。あ、しんのすけさん、くまたわありがとうございます。くまー、しんのすけさんありがとうございます。はぁ、ありがとうございますありがとうございます。しんのすけさん、りゅうさん、桜の花びらありがとうございます。ほのぴえ、キューキーとセクシーだほんと。え、この前言ってたわ、そういえばこの前も話してた、みんな言うから。アデリさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。汗拭き屋になんちゃら送ろうと思ったけど、なんだろう、タオル嬉しいです。あれダメなのかな、タオルって。衣類は OK だと思うんです。靴下もらったからね。リュウさん、花びらありがとうございます。あ、一列に並ぶとこですか、あれいいですよね。もっとあのフリーをちょっと私も頑張ろうと思いました。ゆうみさんが出てらっしゃった公演の時、ゆうみさんのフリーがすごくて、あ、さすがだなと思って、私も真似しようと思う。あと一人ずつガブガブしていくの楽しいですよね。小又ありがとうございます。しんのすけさんありがとうございます。ありがとうございます。りゅうさんありがとうございます。赤たんさん、レインボースターありがとうございます。はい、最終枠は19時から、この後19時からです。ありがとうございます。ピロピロじゃないです、ペロ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 しちゃおうぜ。
穴開いてやる、食べる食べるみたいな。さあちゃんさん、プチありがとうございます、ありがとうございます。ねえ、あの煽りの、あ、福奈美さんが見に来てくださってる。さっき通ったんですよ、めっちゃ可愛かった。こんなあの口に色がない時にまあ配信してますけど、口に色がないね、あのソフトクリームの煽りやってみたいんですよ。ああいう感じの曲の煽りやってみたいんですよ。なぎいちの前とか、いつかね大人になった時でも大きくなったらでも、ね、やってみたいんですよ。あれでも結構難しいんですよ。あのソフトクリームやってる子とかもめっちゃ練習してるんですよ。こう尺がね難しくて。あ、なるほど、最初く、なるほどなるほど、ありがとうございます。夜勤頑張ってください、ファイトです。いやー頑張ってください。無言みたいな巻き返せるように頑張ります。いや頑張ります。ソフトクリーム何よ。そうですね、アミヤヤできますね、アミさんとやっちゃうかな、ね、チュールじゃないです、こんにゃくデビーチュールじゃないです、人間だから。最終枠19時からです。はい、そこまで飛んじゃうんですけども、その配信も来てもらえたら嬉しいです。終わったら、イベント終わったらあの B2 さん見ます、 DMM アーカイブで。ジョニー・シレイさんの、いやーめっちゃ楽しみ。最終枠一人です、はい一人、そうなんですよ。ちょっとあのまだね入って5ヶ月ぐらい、3、4ヶ月なもんで、ちょっと人脈が、そうですよね、太陽が坂道を登る頃のね、オリメンの方がね公演で、嬉しい。あやねさんありがとうございます、同じですねありがとうございます。ぶひやまぶひよさん、レインボースターありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。デビューちゃんさん、はじめまして、よしみんこと石宮にです、お気軽にコメント待ってます、ありがとうございます。古川さん、ハート100個キュンです、ありがとうございます。青森のっちゃんさん、セミコースありがとうございます、セミコースありがとうございます、ありがとうございます。まだフォローしない方はぜひフォローよろしくお願いします、お願いします。そうだね、お願いできるの吸気性なんですね。あやねさんたくさんいる意外とあやねさん多いですよね。私も知り合いに4人ぐらいので、2人増えました。あ、そうなんだ、タオル下着水着はプレゼント NG、 タオルダメなんだ、あぶよい、あぶよい、そうなんだ、靴下とか衣服はいい、洋服はいいけどタオルはダメなんだ、なんでタオルがダメなんだろうね。しゅんたさんコメントありがとうございます。これだけ、さっきね、この前あのゆきのさんがセンターしてた時の B2 さんの声の DMM 見てたんですよ、電車で、めっちゃ可愛いと思ってT さん、はじめまして来てくださってありがとうございます、よしみんことよしみあねです、
お気軽にコメントお待ちしてます。ありがとうございます。あ、ハートありがとうございます。ビヒヨマビヒヨさん、皆さんおやつとか食べましたか？お仕事中ですかね？今日お休みですか？ね、ゆきのさん今日体重不良で急遽ね、リサさんがね、お大事にしてください。ゆきのさん見てないかもしれないけど、ゆきのさん日山さんハート500個ありがとうございます。キュンです、キュンです、キュンです、キュンです。日山さんありがとうございます。今日のおやつ皆さん、お、内定おめでとうございます。4月1日ですか、入社おめでとうございます。さっきってことは違うのかな、そんな急なものなのかな。おめでとうございます。明日かな、入社おめでとうございます内定おめでとうございます。アットさんレインボースターありがとうございます。ありがとうございます。あ、休憩、あんりちゃんには、そうなんですね。じゃあ休憩中ですか、ゆっくり休んでください。いつも見てるだけで元気をもらいます。ありがとうございます。まだ勉強してるけどありがとうございますありがとうございます。わ、いいな、花見してわらび餅だって、めっちゃいいな。わらび餅私も食べたい。なんかわらび餅のジュースみたいな、タピオカみたいな感じでジュースにわらび餅が入ったやつがあるんですよ。しかも難波にあるみたいで、あれめっちゃ食べてみたいんですよね。あれめっちゃ食べてみたいんです。知ってますか、なんか TikTok で流れてきて、あー美味しそうと思って。あ、口内炎、食に苦痛、それは苦痛だ、口内炎、疲れが溜まってるんですかね。薬塗ってくださいね。私もこの前までめっちゃでかいね、これぐらいの口内炎ありましたやすさん可愛い、ありがとうございます。ありがとうございます。可愛い、バームクーヘンいいな、美味しそう。バームクーヘン、バームクーヘンとかめっちゃ食べてないかも、結構な期間もう食べてないかも。うん、来週から、おめでとうございます。泣いて頑張ってください、頑張ってくださいね。会場待ちありがとうございます。ヤマピーさんレインボースターありがとうございます。ヒデさんだるまありがとうございます、ありがとうございます。一人でさ、ちょっと人脈がなくて、9期しか LINE 持ってないのでありがとうございます。だるま、うん、今日面接だったんだ。ユシリンの配信見ていい感じに気が抜けたよかった、気が抜けてよかったです。お疲れ様でした。チョッコさん、甘いもの食べてください。だるま釣りありがとうございます。だるま釣りありがとうございます。あ、知ってますか、わらび餅ドリンク。忘れ聞いたけど、え、私あの行ったんです、目の前で通ったんですけど食べなかったけど、めっちゃ美味しそうなんですよあれ。古川さんから、フルコースセットしてくださってありがとうございます。ありがとうございます、セットしてくださってありがとうございます。フルコースありがとうございます。鹿尾さんファイト、ありがとうございます。ファイト、料理配信したいんですよ本当に、お弁当作りしたいです。ちょっと30分じゃなかなか難しかったんだけど、鹿尾さんファイトありがとうございます。おはいさん、シミコース、うーん、にんにん、ありがとうございます。うん、朝飯わらび餅美味しそうだけどちょっとお腹すくねバラスケーボンさんありがとうございます、ありがとうございます。ヨシミもサイン入ってめたりだ、あー、ありがとうございます、頑張ります、よろしくお願いします。ヤイネール附属中学、附属中学卒業生なのかな、卒業、入学もしてないけど卒業生なのかな、卒業生になりたいな。
そう、ミニトマってね、落ち着いた。結構長時間できるようになったら料理配信したいですね。ヒデさんからセミコース、ミンミンミン、ありがとうございます。食べる方が長い料理配信、それは食べる配信ですね、イーティング配信。ごぼ天うどん、うわー美味しそう。ごぼ天うどん美味しそう、めっちゃ。私は釜玉うどんが一番好きです。あったかい釜玉。前まで細麺派だったんですけど、最近は太麺派になりました。なんかゴツゴツして食べ応えがあって太麺の方が好きかもと思って。でも細麺はなんかチュルチュルいけちゃいますよね。釜玉うどんが一番好きです。リュウさんかわいい、ありがとうございます。ここ天じゃない、ごぼ天ここ天じゃないね。 YNN 附属高校入学式やりたいです。やりたい、入学します、やります、やりたい、やりたい。てつやさんレインボースターありがとうございます。たけさんフルコースありがとうございます。セットしてくださってありがとうございます。フルコースありがとうございます、ありがとうございます。亀吉さんもフルコースセットしてくださってありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。薬味はもみじおろし、もみじおろしって何、美味しそう。あ、ちくわの磯辺揚げ、私もかき揚げめっちゃ大好き。かき揚げとちくわの磯辺揚げめっちゃ大好きなんです。お弁当とかもね、パパが磯辺揚げ苦手なんですけど私大好き。パパはかき揚げ絶対入れてるけど、私はちくわかイカ天だね。てつやさんレインボースターありがとうございます。汗拭きました、はい拭きました。前髪も巻きました、ぺったりしてたので。ヨシミン全身タイツはやっても嫌じゃないですけど、いや罰ゲームとかやらなきゃいけない状況に置かれたらやります。自分からはやります。あとレア、レアがいいです。その全身タイツキャラは嫌ですあ、全身タイツはヨシミンにやらせればじゃない方がレアでお願いします吸気性全身タイツやりたい人多いですよね。でもね、釜玉うどん美味しいですよね。私もシンプルが一番好きなので、釜玉、釜玉明太とか今度食べてみたいんですよ。美味しいのかな、見たことあるんですよ、美味しい。ゲイト先輩あるのか、じゃあちょっと入学式やりたいですねやりたい。大根おろしを唐辛子でオレンジ色の闇組がもみじおろし、唐辛子と唐辛子でもみじおろしなんだ。色がもみじっぽいからちょっと辛めの大根おろしみたいな感じ。そうなんや。ぶひやまぶひよさん綺麗、ありがとうございます。まちさんレインボースターありがとうございます。きみぞらさんフルコースセットしてくださってありがとうございます。フルコースセットありがとうございます、ありがとうございます。きみぞらさん、まちさんレインボースターありがとうございます。ランドセルしれっと私小学校ランドセルじゃなかったから、ランドセル何気にね1回ぐらいしか背負ったことないんですよ。なんか小学校入学おめでとうのそういう写真撮るとかあるじゃないですか。そこで AKB が本当に大好きだ、 AKB さんが本当に大好きだったから、もう小学1年生の頃 AKB の衣装みたいな服がいいって言って、 AKB の衣装みたいな赤チェックの制服に赤いランドセルで写真撮ったんですけど、それっきり。あとは大きくなってから、あ、ランドセルだって言ってスーパーで背負うくらいで、背負って通ったことないんですよ。だから背負ってみたいんですよね、ランドセル。めっちゃスーパーで見つけたらいつも駆け寄っちゃう、ランドセルだすごいみたいな私がもしランドセル背負ってたら多分水色選んでると思います。カッパ、カッパ
緑？カッパ。ヒデさん結婚してのギフトありがとう。300年後はありがとうございます。300円よしみ、全身タイツの人っぽくない。あーよかった、イメージついてなくて。全身タイツの人ワニヤです。かわいいな、押すかな、押してください。ありがとうございます。東北とか関東はうどんやそばの薬味にもみじおろし。へえ、関西あまり使わないのかな。初めて知ったもみじおろし。へえ、柚子胡椒美味しそう。さっぱりになるね。赤と青の全身タイツでチーム分け。うわー、どっちの色も嫌だな。嫌だな。関西あんまりもみじおろし聞かないかな。聞かない。え、ワイヘレンのフロックコートの制服選手たち、本当に？え、本当に本当ですか？小学校の写真見てみたいですか？いっぱいありますよ。じゃあちょっとモバメに送りますねみたいな。モバメに送ろうかな。昔の写真いっぱいあるんですよ。そう、幼稚園の頃の写真とかモバメに送ろうかな。お豆に送ろうかな。やしうどんに生姜、生姜苦手なんですよ。生姜食べれないんです。生姜焼きとかはいけるんですけど、生姜っていうこうなんか生姜を食べるのが無理なんですよ。生姜焼きとかなり、ジンジャーエールも大好きなんですけど、なんか生姜を食べるのが無理なんですよね。ジンジャーのクッキーとか生姜湯とか生姜のおさゆとか。ここなんでする。行かないですね。あ、もみじおろしチューブとかあるんだ。へえ、見てみようかな。ね、ざるうどんがね、美味しくなってくる季節ですよね。そらさん、フル夜待ってますね。ありがとうございます。そらさんからフルコースセットしてくださってありがとうございます。あとさん、桜餅ありがとうございます。食べたい、ありがとうございます。ギンガムチェック確かにちょっとおしゃれ。青のギンガムチェックとか赤のギンガムチェックだったらちょっとおしゃれかも。まだ一色よりはまだマシかも。チョッコーさんからフルコースありがとうございます。セットしてくださってありがとうございます。柚子胡椒はいけますか？どうだろう、あんまり食べたことないけど、胡椒は苦手。でも、うん、でも柚子は食べれるから、どうなんだろう。でもなんかいけそうな気がします。紅生姜が苦手、一緒ですね。私も紅生姜が苦手です、めっちゃ。ウーカミンの箱押しさん、レインボースターありがとうございます。わさびも苦手なんです。紅生姜の天ぷら無理です。たまきーさんからフルコースセットしてくださってありがとうございます。ありがとうございます。セットありがとうございます。瓦そば、そうなんや。山口、行ってみたい、行ってみたいな。関西よりも南は岡山と香川と長崎と福岡ぐらいしか行ったことなくて、多分岡山もいとこが住んでて行ったことあるし、香川はあの家族でうどんを食べる旅に出かけたことがあります。行ったこと、山口とか広島とか行ったことないから行ってみたいです。激辛は好きです。蒙古タンメンとかね、食べれます。今度食べる配信したいんですよ。蒙古タンメン食べる配信は好きなんですよ。好きっていうか食べれるんですよ。なのに黒胡椒とかわさびとか苦手なんですよ。ヤスさん、桜餅ありがとうございます。ありがとうございます。ウーカミンの箱石さん、かわいい、ありがとうございます。私は常のように何でも食べるで。私も何でも食べます。こう食材、調味料は結構好き嫌いあるけど、食材はあんまり好き嫌いないです。チヌ。チャミさん、フルコースセットしてくださってありがとうございます。ありがとうございます。わ、餃子いいな、美味しそう。餃子いいですね。
酸っぱくないの美味しいの。紅生姜克服できるかな。酸っぱくないのでだったら克服できるかな。あ、沖縄あります、めっちゃ好きです。ウーカミンのお越しさん、ハートありがとうございます。沖縄よく行きました。台湾も行ったことあります。岡山市民、あ、そうなんですね。じゃあマスカットときびだんご食べに行きます。アットさん、フルコースセットしてくださってありがとうございます。ありがとうございます。鹿尾さん、桜餅ありがとうございます。ありがとうございます。神田明神行ったことあります。東京行った時に神田明神行ったらなんかテレビのねロケやってたんですよ。でもそうなんだ、ジンジャーエール見つけれなかったな。ジンジャーエールめっちゃ大好きだからちょっと飲みたいです。行きたいな今度。あ、カラオケの曲大体決めました。リクエストくださった方ありがとうございます。まだまだお待ちしてますので、ぜひリクエストお待ちしてます。北極は食べたことないんですよ。北極食べてみたいな。この春食べたいものは、そう、北極とスイーツバイキング行きたいのと、フルーツバイキング、サラダバイキングも行きたい。あとなんだっけ、あ、美味しいバスクチーズケーキを作りたいです。バスクチーズケーキ作ってみたいんですよ。桜餅と、あのちまきもめっちゃ、ちまきが好きなんですよ私、お餅類で。なんかわかんないんですけど、ちまきが一番好きなんですよ。一番普通の一番ちまきが好きです。ありがとうございます、教えてくださって。な、一緒ですね、紅生姜苦手。みーくんさん、フルありがとうございます。セットしてくださってありがとうございます。誕生日します。あ、しんのすけさん、ラブレターありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。すいません、誕生日します。あ、500万ポイントありがとうございます。あと、もんじゃ焼き食べたいです。13位みきさん、ありがとうございます。12位たけさん、ありがとうございます。11位ひでさん、ありがとうございます。10位古川さん、ありがとうございます。9位まちさん、ありがとうございます。8位やまぴーさん、ありがとうございます。7位しかおさん、ありがとうございます。6位ぶひやまぶひおさん、ありがとうございます。5位やすさん、ありがとうございます。4位あっとさん、ありがとうございます。そして3位はドゥルル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 ン、ウーカメインの箱押しさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして2位はドゥルル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 ン、リュウさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ルン、しんのすけちゃんでした。ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんも来てくださって本当にありがとうございました。次の配信が最終枠になってしまいますので、追いついて3位で終われるように頑張りたいと思います。お待ちしてます、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。次はたくさん歌うのでね、メインで、カラオケボックスで歌おうと思ってるんですよ実は。ぜひお待ちしてます。それでは次の配信も来てくれるかな。またね、ハートありがとうございます。